皆さんこんにちは、エコです。お知らせがあります。明日11月29日から12月8日までピンクラテンのオリジナルクリスマスコフレが当たるキャンペーンをやります。プレゼントの内容はピンクラテのオリジナルコスメとミストとポーチの豪華なセットです。そしてじゃじゃん、ピンクラテのウェブも5人の直筆サイン入りチェキをプレゼントします。全部柄が違うんです。全部ちゃんと直筆です。コスメとミストとポーチのセットと一緒に10名様にプレゼントいたします。応募方法なんですけど、ピンクラテ TV の公式インスタグラムをフォロー、そしてプレゼントキャンペーンの画像にいいねで応募できます。みんなコメントとかでアピールしてください。応募お待ちしております。バイバーイ。じゃん、エコです。ピンクラテTV 始まるよ、イエーイ。今回は初めてエコの机の中身を紹介したいと思います。どうぞ。エコの机に移動しました。机の壁はこんな感じです。全部エコのコレクションになっていて、いつでもすぐ出かけるときにパッてサングラス取ってこうかけれるようにしています。机の上のものも結構お気に入りなんですけど、これはこの間の店舗紹介で紹介もしたんですけど、まあ、いつも使っている店舗地です。この観覧車がすごいお気に入りで、アンティークな感じがすごい合ってるかなと思ってお気に入りになっています。では次はこちらの棚を紹介します。上の左側のコーナーなんですけど、ピンク系でまとめていて、いただいたものとかを飾っています。そしてこちらはピンクラテ TV の体育祭で作ってもらったうちわが飾ってあります。こっちは勉強系のものとか時計とかを飾っています。勉強してる時に時間を見やすいようになっています。ネイルのコレクションとアクセサリーボックスとかが飾ってあります。引き出しをオープン。こっちの引き出しには下地系が入ってます。こっちはハンドクリームとか携帯のアクセサリーがあります。引き出しオープン。この引き出しは勉強もできるしお化粧もできるドレッサー机にしたくて、ここにはコスメをたくさん敷き詰めています。こっちはスティック状のものが多くて、リップとかマスカラとかアイラインとかコンシーラーがたくさん入ってます。こちらは結構お気に入りですね。こっちは割とアイシャドウとかブラシが多いです。このミラーは開けた時にすぐ結構取りやすくて良かったなと思います。以上で机の紹介は終わります。はい、ちょっと机とは関係ないんですけど、お気に入りの壁を紹介します。これは100均で買ったものにいろいろお気に入りのパックとかアピーチのグッズとかをつけています。このバッグなんですけど、皆さんからいただいたファンレターがたくさん入ってます。いつもありがとうございます。そしてこの色紙なんですけど、イベントとか行った時に皆さんからもらったものを大切に飾っています。勉強してる時にパッて見くとってなります。下なんですけど、エコのお気に入りのポスターを飾っています。お気に入りエコのお気に入りの机と壁を紹介終わりました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。